高山博子は、日本の女優である。新刊児表記、高山博子、旧芸名、中上康子、木道代、藤原康子、後に、高山優子とも名乗った。出生名、中上康恵、結婚後本名、上田康恵。阿波き合戦、歌、ふたぬき御殿等の主演女優として知られる。1919 19年3月25日。 福岡県下保郡飯塚町に生まれる。1927年、子役として妹の中上萩江と共に、中上康子の名で、京都のバンドをつまさぶろプロダクションに入社、映画界にデビューした。一時期、キャバレーの舞踏団に入団して、君千代の名で舞踏の舞台に立ったこともあるという。1930年には帝国キネマ演芸に移籍している。 満12歳になった1931年8月28日、帝国キネマ園芸が新興キネマに改祖されると、同社に継続入社した。同社では高山博子と改名した。満20歳になった1939年には、同年4月13日に公開された、泡たぬき合戦、同年10月12日に公開された、たぬき御殿に出演し、 タヌキのお姫様というあたり役をつかんでいく。1942年1月10日、戦時統制により、同社が日活の制作部門等と合併して、大英が設立されると、高山は継続入社して、大英京都設営所に所属した。同年5月14日に公開された、大英スター奏出演による大作、維新の曲では、桂小五郎を演じる。 一川歌右衛門の相手役、イクマ。1943年、上田美草と結婚、翌1944年、敗血症により左足首の切断を余儀なくされたと言う。この件について、おさらぎ次郎は、同年11月10日付の日記に、産後の故障にて、足が腐り片方を切断するに至ると、周囲から伝聞した話として記している。田隆は、戦後、 花火シアチャコと高山が共演する映画のために、京都の祇園にある鉱山の家に会いに行った時のことを、改装し、病気か事故か、両足を切断したと記述している。第二次世界大戦終結後も、引き続き大英、あるいは、東横映画に出演していたが、満32歳を迎える1953年に、松竹京都撮影所に入社、これを機に、高山優子と改名して、 脇役に徹した。1965年1月15日に公開された芋侍抜き打ちごめんに出演したのを最後に、満45歳で引退した。その15年後、満60歳となった1980年12月31日に発行された日本映画俳優全集女優編の鉱山の項には存命人物として、 京都府京都市右京区渦正大屋部長の連絡先が示されているが、すでに引退しており、以降の消息は不明である。没年不詳。すべてクレジットは出演である。公開日の右側には役名、及び東京国立近代美術館、フィルムセンター、松田映画社所蔵等の上映用プリントの現存状況についても記す。同センター等に所蔵されていないものは、 特に1940年代以前の作品については、ほぼ現存しないフィルムである。資料によって、タイトルの異なるものは併記した。下記の通りであり、特筆以外すべてサイレント映画、特筆以外すべて中上康子名義である。特筆以外すべて制作は、新興キネマ、京都撮影所、配給は、新興キネマ、特筆以外すべてトーキー、すべて、 高山博子名義である。維新の曲出演時、二23歳。維新の曲で幾松を演じる。左は、市川歌右衛門。歌ふた抜き後天出演時、二23歳。右は、宮城千佳子。戦国まとめ公開時のポスター。特筆以外すべて制作は、大影響と撮影書。特筆以外すべて配給は、映画配給者、以降すべて登記。 すべて、高山裕子名義である。特筆以外すべて制作は、松竹京都撮影所。特筆以外すべて配給は、松竹。すべて、高山裕子名義である。ありがとうございます。